入学、そして新学期を迎えた4月、高校では昨年度から必修科目となった歴史総合に注目が集まっています。歴史総合はこれまでの日本史 A と世界史 A を合わせた科目で、主に日本と世界の近現代史を総合的に学ぶのですが、導入から1年が経った今、さまざまな指摘が。教科書の内容が終わらない。異臭範囲に差が出るのは不公平。そんな声を紹介しているのは、高校生向けメディアの高校生新聞。ある学校では教科書の半分までしか授業が進まず、履修できなかった部分は自主学習になるとの指摘も。その上で学校ごとに習った範囲に差が出るのは不公平ではと問いかけているのです。またツイッターでは、基礎知識がないと授業についていけないなどの声も。近世から始まるけど、それ以前の歴史を把握していないとつらい。教える側の技量が問われる科目だと思う。2025年度から大学入学共通テストに加わることになる歴史総合。さまざまな指摘がある中、どこまで教えるべきなのか、現役教師、そして塾講師とともに考えます。さあ、山崎さん、どう見てますか？いや、まあその急に帰ろうって言われても学校の先生が対応できないっていう、しきれないっていうのはもう当たり前の問題でもあると思いますけれど、同時にその歴史教育的なものがこれまで、じゃあ果たして全部社会に出た時に、義務教育って多分社会に出た時に必要だから教わってたはずなのに、気づいたら1ミリも使ってないどころか、本当に教えてほしかったこととかは全然教えてもらえてなかったりとかして、なんか偏りはありましたよねと思って。そのじゃあ偏りがその是正されてるのかされてないのかって言われると、ちょっとまた新科目になって不安な部分もありつつ、受験生大変だなという目で見ていました。確かに、まあ、その意味ではね、きちんと大人になった時に役立つものに、まあ、リーチしている形になってるのかね、そこも含めて、そしてまた受験ではどうなるのかということも含めてね、はい、考えていければと思います。ご紹介いたします。関西の進学校に勤めていらっしゃいまして、昨年度から1年生の歴史総合の授業を担当されています太郎さんです。太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。世界史を専門に教えている塾で塾長を務めていらっしゃいます湯毛博信さんです。湯毛さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、池袋と YouTube で世界史専門塾やってます、湯毛と申します。すいません、最初に私47歳でまだ声変わりをしてないので、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけど、僕の方はボイスチェンジャーしてませんので、いえ個性ということでね、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。さあ、早速ですけども、一体、はい、ありがとうございます。どう変わったのかということですよね、見ていきます。まず去年入学しました高校1年生からですね、大きく変わったということなんですが、その1年生が歴史総合という形で学ぶようになりました。これはですね、日本史と世界史合わせた総合的なもの、そして18世紀後半から現代までという後ろだけなんですね、はい、こういうことになってます。これを週に2コマということで1年生なんです。で、2年生になると世界史探究か日本史探究かを選ぶようになります。どちらかを選んで、最低3単位2年3年とやっていき、入試では歴史総合とその選んだ探究がセットになったものを受ける形になってます。だけれども、まだ1年生しかいなくて2年生になったばかりだから、これは2年後の入試で、まあ、入試を受けることになるということになっているということなんです。さあ、その上で太郎さんは1年間1年生に向けて歴史総合の授業をやってこられたということですけども、どうですか、1回その1年やってきてどう感じていらっしゃいますか？はい、私自身今2年目の教員なんですけれども、1年、昨年度やってみてというところで、私は、5クラスある学校なんですけれども、はい、ベテランの先生とタッグを組んで、1年間昨年度は歴史総合を担当しておりました。はい、で、その結果なんですけれども、まあ、従来通りの教え方といいますか、まあ、2人タッグを組んでいますので、ベテランの先生 と、補聴を合わせながらって、していったところで、
まあ、結局3分の1程度しか終わらずっていうところが、まあ、昨年でした。でも、誤解いただきたくないのは、意外とそういう3分の1程度っていうところで、進捗がそのように止まっていますという学校結構多いです。はあ、ボリュームが大きすぎる。多すぎる。はい。教科書をしっかりと教えるということをすれば、自然と3分の1のところで、タイムオーバーとなってしまうという、そういった状況ですね。これはもう全校というか、このカリキュラムがある学校は、もう全校やっぱり3分の1しかできない。それともやっぱ達成できてる学校もある？それは、後ほどの議論にもつながると思うんですけれども、教員の、授業のデザインですね。デザインをどうするかによって、教科書を丸ごと教えないという方向で進めれば、今、項目3つ上がっていますが、全ての、変化ですね、歴史的な変化について、学ぶことができるっていうのは、まあ、可能なのかなとは思っています。私はそれはグローバル化と大衆化も やるべきだったんじゃないかみたいなことは思ったりもするかなと思うんで、無理があるんでしょうね、設定上含めてね。ありがとうございます。すいません、湯気さんどう思われますか、これ。いや、ここだけでなくて、半分しか終わってないとかいっぱい出てるんですよ、これ間違いない。はいはい、その上でどういうふうに見てらっしゃるか。いや、もう民間だったら首、民間で普通の企業だったら首ですよね。まあ、まあ首かどうか分かりませんけども、これでやれって言われて、それで現場でやらなきゃいけないから、それはもう3分の1しかできてないっていうのはもう生徒に申し訳ないですし、ただそのやっぱりこういう続出してることを見ると、やっぱり設定上無理だと思うんで、 それこそ設定した人間が首じゃないかっていう考え方もあると思うんで、私はね、誰かを責めるつもりで言ってるわけじゃないことも踏まえてお話しいただきたいなと。この歴史総合っていうそのカリキュラム自体がすごい頭がいい人たちが、現場ですごい頭がいい現場の人たちがやるっていう前提で作ってるんですよ。そう思いますか。はい、基本的に今までの教科書に比べてすごく抽象化を求めているので、だからそもそもの話、その教科書を頭からきれいにやっていくのではなくて、まあ、例えばうちの塾だったら、まあ、あとの話なんですけど、ちょっとこれアップできますかね。例えばそのもうインフレっていうくくりでやるわけですよね。そうすると、まあ西南戦争でインフレがありましたとか、日本の戦後でインフレがありましたっていうのをバーッと全部やれるわけですよ。で、歴史総合のその教科書に出てるような重要なターム、用語集の全部のタームを、まあ湯気塾でも歴史総合やってますけども、まあうちだった場合は秋で終わりますね。なるほど。つまり、結局ね、その近代化しかできなかったら残りの2つってどっかでやらなきゃいけないんですよ。で、高校は大学行くことだけが目的じゃないけども、受験ではここも出てくるんですよ。もちろんもちろん。だからやっぱり塗っといてくれないと、結局湯気さんの塾に行くしかないになっちゃう。そうです、もうありがとうございます。本当にもうだから塾に行って受験のことは自分でやってくださいってなっちゃってるんじゃないかなって私は思って、考える力とか言うけども、やっぱりちゃんと学ばないとダメでしょって私は思う。どうぞ。平井さんは自分の高校時代は歴史はちゃんと近代まで全部やりました？いや、僕はやってないです。なるほどなるほど。で、終わんないから、でも別にそれで僕はいいような気がしていて、なんでかっていうと、山川の日本史の教科書を読んだって全然面白くないんですよ、ストーリー。で、歴史の裏にあるね、いろんな矛盾とか、それから大国間の利害とかね、全然書いてないんですよ。なるほど。だからそれをね、字面だけ追って、はい、全部終わりましたって言っても何にも理解できないですよ。で、僕も予備校に行ってた時に、すごい予備校の日本史の授業が面白かったのは、まさにインフレがここの時代とここの時代とここの時代とここの時代にあって、その時ごとに何かが変わってるんだよみたいな教え方されると全部つながるんですよ。だから、あ、この横断的なやつ面白いなとか思っていくわけですね。だから僕はこれなんか、その文科省がどういう考えでやってるかは知らないが、でもこの教科書でやんなきゃいけないことがある中で、それぞれの先生が自分の得意な分野を切り取ってね、教科書に書いてないことも含めて、歴史ってすごいんだよっていうことを教えた方が、
受験のためにだって学校の勉強なんか1ミクロも役に立たないんだから、うんうん、別にいいじゃないですか。好きにやっていいっていう、いやむしろ僕好きにやった方がいいと思うし、うん、まあ、そうやって考えるとさっき、うんうん、あのクビにすべきは設計者なんじゃないかっていう話は僕すごくそうだなと思うんですよ。やっぱりこう、いやでもね、あの違うんです、僕がちょっと聞いてもらっていいですか。カリキュラム作る時にそれ言えないよ。いや平準化したものでやんなきゃいけないっていうふうにやっぱりその教育委員会等々を含めて ね、 それはね、決められた中でやるあの学校のその先生方とやっぱり予備校のように自由にやれることって全然違うと思うんですよ、うん、そしたらひょっとしたら今の、ね、学校の仕組みの作り方そのものをやっぱりもうちょっとアップデートしていかないと、うん、いやいや、それはね、そういう話なんですけど、その話、うん、でも不公平っていう、いや、ね、意見がね高校生から出てくる時点で、うんうんうん、そういう多様性を認めないと。ありがとうございます。なぜ私がこういう言い方をしているかっていうのは、つまり2年後にならないとどういう入試か分かんないからですよ。どういう勉強したらどういうゴールなのかが見えないまま、習ってるとこは習ってる、習ってないとこは習ってないって、これいいんですかって思うとは思いますよ。でも時代ってそういうもんじゃないですか。新しいテクノロジーが出てきたらどうやったら企業で成功するかなんて分かんないですよ。これあれだから、そのアウトプットというか、その最後の入試のところとかも含めて全部いろいろ考えて設計してあげた方がいいんじゃない。いや、むしろ僕は混乱した方がいいと思います。混乱、ある学校はもう深い思考を通し、ある学校は暗記だけでいいじゃないですか、うんうんうん、でどっちの方がいい学生なのって競った方がよくて、うん、そんなこういう勉強したら東大に受かりますなんていうのは面白くない、うん、そうかそうか。ただほら3つ大きな分野があって、ね、塗りもしなかったっていうのは、うん、いやで大丈夫、大丈夫、他で勉強するから、まあ、っていうかね、そもそも日本史世界史って中学でやってんですよ。高校で塗り直しスタートではあるっていうのもあるのは抑えたかい。なんか一回みんなそんなに勉強してないよ高校で。山崎さんどうですかね、うん、そのいろんな資料を読み解く各々の読解力だったりとか、うんうん、それをこう自分の考えであったりとか、その発生したもの、受け取った情報を元に説明できる力だったりとか、その、うん、そういうものって結局その全体を把握するっていう、今回のその歴史総合っていうもののその本来の目的みたいなものとちょっとまたずれるっていうところがあって、その結局しかも教えてもらってる側もその個別具体的な事例、例えばまあインフレがどのタイミングでどう起きてどういう流れになりましたとかの方が親しみやすいし興味も持つかなって思ってて、だ結局その先生たちは大変なんだけど、受験に寄り添う必要がどこまであるかっていうことですよね。いや本当にそう思います。どっちにしろこの高校生新聞の受験は自主学習で、うん、そもそも受験って塾絶対行きますよね、まあ、行く人学校によりますね。いなくないですか、受験してて塾行ってない子、よっぽど学年1位とかの子で、うん、じゃない限り、うん、みんな塾行ってるから、いや、あのその意味で言うとね、あのやっぱりね、あの、まあ、塾の先生を前にして言うのもなんですけども、塾に行かないとそのいい学校行けないっていうのはある種格差を広げる考え方もあったりするってこと、お金があれば行けますみたいな世界もあったりするっていうことなんで、もちろんそこのだからそこも難しいとこなんですよね、うんうん、だから、うん、あの逆に言うとね、社会は言ってみれば一番塾行かず自分でできた領域だったみたいなところもあったと思う。要は覚えればいいからみたいなね。だけれども覚えるだけで通用しないから塾いるよねっていうのが前提になるとしたら、これは考えておかなきゃいけないかなと思うんですけど、ゆうげさんいかがでしょうか。あの正直多分こう今から5年ほどはこの歴創のバブルが起きると思うんですね、うん、うちにも来てますし、まあ、歴創バブルが起きると思うんですけども、はい、ただまあ、6年7年8年経つと、まあ、大体 YouTube とかで多分顔講義がいいのが揃ってくるので、うん、そうなるとまあ、うん、まあ、無料もしくは安い値段で受講できるようになるかなと、うんうん、そうですね、あの、うん、今までのが良かったとも私も思わないし、うん、あの変えようとしてることを何か腐すために言ってるつもりは全くないんだけれども、これからその2年後に受験を控えてる子どもたちが、まあ、分かりにくすぎるとちょっと大変だなっていう気はするっていう、ダメ。でも、ね、僕はどうぞ、あの歴史は受験科目から外すべきだと思います。そもそも、うん、あの受験で問うのは内容じゃない。あ、そうか。だから科目増えるばっかりでね、うん、あの大変だね。しかもね、総合になってるセンター試験なんて本当にもう深いこと何もやらない知識を問うでしょ。教科書なぞるだけですよね。いや、そういうのやめた方がいいと思う。大体大人になって、あ、この人立派な人だなっていうのはすごい歴史感がある人だったりとかして、でもその方が勉強で得たかっていうとまた全然お話聞いていると違いますよね。まあでも共通認識としてどうも
量が多すぎるみたいなんでちょっと考えた方がいいんじゃないかっていう設計ね、はい、歴史総合ね、うん、ごめんなさい歴史を受験から科目、うん、受験科目から外すとあの国が滅びます本当に、うんまあ、いやそれは受験に科目に入れないと勉強しなくなるからってことをおっしゃってるんですけど、うんはいはい、それもおかしくて、うん、やっぱりもっと小論文とか AO とかも充実させて歴史のことを書いて通る人も増えていけばいい、うん、あの歴史暗記科目って先からおっしゃってるんですけどもそれは正直そのマーチレベルだったら穴にターンを入れていくだけですけども例えば東大の論大問1とかはかなり歴史観がないと書けませんし、うんまあ、でもみんな東大行くわけじゃないか、うん、総計でもあの整合は結構、うんまあ、歴史しかないと解けないので、はい、少なくとも文系エリートは世界史は必修かなと僕は思ってます、ねはい、アベマプライム進行の平石直之ですご視聴ありがとうございますこれを機にチャンネル登録よろしくお願いします。